丈夫だ、すぐ出られる。自由だと思ったか。お仲間は苦しんだだろうが仕方ない。これで分かったろ、お前は英雄ではない、道具なんだ。分かっていただろう。最初からそのはずだ。はい、皆さんこんにちは、ムンです。さあ、ファークライ5続きやっていきます。ちょっとね、ちゃんとね、撮りながらやったんですが、あいた。ちょっと突然ね、始まっちゃったんで、いきなりですいません。さて、お前は英雄じゃない。あ、上か。上にもいたんだ、知らなかった。群れを間引く。あれ、なんか同じ、これ弱者を間引け。なんか、なんかな、この感度が前と変わってる気がするんだよな。うまい。よし、さてどうなっちゃうんだろう、この先。お前は英雄じゃない。そうだ、弱者を犠牲にしろ。もう腰打ちでいいかな、これ結構当たるもんね、腰打ちで。よいしょ。これなんかね、ミッションが終わった。ああ、撃っちゃった。やつじゃん。Only you can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. お前だけがたどり着けた。お前だけが彼の信頼を得た。お前だからできたんだ。お前がやった。試練を乗り越えたな。お前は犠牲を払った。だが今や弱者だ。弱者がどうなるか分かるな。俺の務めは間引くこと。では外で待っているぞ。いや、そんな、ダメ。なんでこんなこと、なんで殺した。イーラがあんたを信じてた。ウィーティ、僕だってウィーティ信じてたのに。違うわ、ジェイコブよ。やめて。聞いて、ジェイコブなの。これまで何度も見てきたでしょ、ロニー、パーカー。これも奴がやったの。私たちが招き入れた。見つけて、あのクソ野郎を。そして殺して。でないと。次にあなたを見たら、私きっとこの手で殺すわ。
人が…おい、話途中やよ。話途中、ちょっと。ビーコン破壊。ビーコン破壊。これは撃てばいいのかな。そうだね。イーライのことで泣くことはない。あいつは弱く自分本位だった。チャンスを与えてやったのに、ホワイトテールさえ渡していればこんな大事にはならない。さあちょっと離れてやらないとね。間違えた。痛い。予想以上にタフだな。だが俺を殺しても何も変わらない。俺が死を恐れると思うか。それこそ望み。ジョセフのためなら喜んで命を。自分の役割を果たして、ジョセフのための犠牲、それだけの。なんかいろいろ。お前は肉だ。難しいな。あ、どこにいるの。全て終わったとして、次はどうする。ガキと主婦のお使いに戻るのか。イーライがいてこそのホワイトデイ。お前はあいつなしでは何も。なんかすごい語りかけてくるんだけど。あの基地に狼に囲まれているぞ。向かってたマークがずっと出てんだけど気になるね。あっちの方向なのね。さあ、あと1個かな。醜だと思わないか。お前が救おうとした者はみんな大変な目にあっている。いいや、フラット、お前が悲劇を呼んでいるのだ。他者を守り英雄になりたいなら自滅しろ。みんなが助かる。一個じゃなかった、あともう一個。あそこね。さああと1個か。ほっ、あともう1人いるね。見えない。いい緊張感だ。借り続ける。ちょっと待ってくれ。これはリアル？痛い。
なんだ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 。もうちょっと前に出ていこう。あれ登って倒しに行くって感じかな。とりあえず前に進もう。あっぶねえ。はい、痛い痛い。たた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 た。あれって当たったらちゃんと死んでくれるのかな。隠れあったー。大丈夫か。よし当たった。始末したんじゃない。我が弟は知っていた。神と会話しているのか。あいつは正しかった。人類は今再び危機に瀕している。何を築き何を達成しようと人は破壊する方法を見つけ出す。バビロン、ローマ、帝国は栄え、そして滅びる。アメリカも同じだ。なのに過信している。世界大戦、大テロ戦争、確かに生き抜いた。だがその度に終末は近づき、今に至った。あとは誰かが我々の背中を押すのをただ待つだけだった。そしてそれをお前が押した全部あいつの言う通りだったお前がやったんだ何の疑いも抱かずにな続いて。近くの店によって新しい商品を確認するといい。続いてそのまんまやりましょうか。ミッションね。さてと、なんかあっけなく終わっちゃったな。いた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 。さて、バンカーがどこにあるんだ。ちょっといろいろ解放していこうと思ったんですが、
とりあえずちょっとここを向かいましょうか。これ近づいて大丈夫かな。武器庫はペギーの群がる要塞よ。ジェイコブの鍵で侵入できるけど、簡単なのはそこまで。奴らが待ち構えてる。イーライが設計図を持っていたわ。私がそれを調べてプラットが捕まっている場所を特定してみせる。それまで気をつけてね、保安官。あ、危ない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 。いきなりドンパチ始めるところだった。ちょっとこの辺に降りますわ。よいしょ。よし、さあ行こう。あれ、チーズバーガーとこの人なんですよね。戦う準備は、アイルルル、OK、チーズバーガー来た。なんだよ。移動するよ。 OK。 さてできるだけ密かに行きたいからね。まあチーズバーガーが密かに行けないんだけども鍵を使ってジェイコブのバンカーに入る。敵は？さてちょっとこれちょっと作っとこう。言えるね。これってどうなんだろう。あ、違う違う違う。気づかれないようにやる。移動するから。選ばれし者よ。あ、あなたがこの言葉を聞いているなら崩壊なるべくちょっとね。チーズバーガーはあっち。移動する。あっちやってほしいんだけどな。みんな武器を加えろ。よし、死んだ。ナイス。行け、チーズバーガー。いったん？オッケー。いいね。じゃあ行くぞ。さあ進むぞ。絶対出てくるからね。よし、これで合ってるはず。どうやら捕虜はバンカーの奥に捕まってるみたい。プラットを救出するならまずは制御室に向かって。今頃は一帯が封鎖されてるでしょうけど、制御室に行ってジェイコブの鍵を使えば解除できるはずよ。頑張って。 OK。 なるべく見つかんないで行きたいけど。まだ使えるかしら。封鎖を開始します。圧力ドアを閉鎖。したか。封鎖を開始します。圧力ドアを閉鎖。ほっ、オーケー。いいぞ。趣味悪。
さあベスト来て。よし。さて、圧力ドアを解放。なりうる最悪の存在は何の子。下にいるな。どうしようかな。あれ、こっち動かんな。バレた？バレたね。で、あれ切れたな。さあどうだ。ルギー殺さない。本物か。弱いと言われた。当然の結果だって。その通りだよな。当然の結果だ。そうだよな。そうだよな。強くなった。そして奴らは弱い。弱者はなびかれるべきだ。なんかもう洗脳されててこっちを襲ってくるのかと思った。さああんまり慌てすぎずに行くぞ。どこだ。大丈夫か。えい。お前は出てきてすぐに洗えてほしい。ついてないね。頼むぜ。さあすごい慌てなくていいぞ。ただ油断するじゃない。もう燃えちゃうのね。なんかボーって出てきそう。オッケー。来るでしょう。声したもんね。
あ、なんかまだいる？あ、大丈夫か。よし、行くぞ。おっ、 OK、 いいね。来るか来るか来るか。あ、もうボーってボーって火が来そう。おう、ちゃんとついてこいよ。安全な車に移動する。意外とすんなりこれだな。ホワイトテールマウンテン地区を解放したなんだ、なんかいろいろ早かったな。みんなホワイトテールに来た理由は同じ。大切な人を失った。家族に、友人。ここにいるのはイーライのおかげ。お互いに助け合うことを彼は教えてくれた。友達だった。寂しくなるわ。イーライは分かってくれてるわ。イーライは信じてたんだ。耐え抜けばいつか奴らは消えると。いつか。そんな日は来ない。ガンは消えない。成長する。だから取り除くんだ。ペギーは世界が終わると信じてるが、終わるのはエデンズゲートだけだ。ここの木にあいつらを残らず吊るし上げるまで僕たちは手を緩めない。いいよ、また封印が解かれた。我が家族、兄も弟も妹も皆奪われてしまった。庭に入り込んだ悪しき蛇によって。神の計画を理解したと思った。間違っていた。見えていなかった。だが今は見える。私の家族を奪ったのは私に奪わせるためだな。喜んで彼らを歓迎しよう。もちろん君のことも。君を待っている。始まりの場所で。
何をしたらいいんだ。守り、役に立つ。ここで、もう法なんてないのに。見渡してみろ、ルーキー。今頃、誰かがここにいるはずだった。誰もここで起きてることに興味なんかない。俺たちは孤立してる。敵者生存だ。弱者と強者だけだ。はい、ということで、今回はね、ここまでにしようと思います。はい、君たちはついに終着点に到達したんだと思ってる。ジョセフ・シードを片付ける時が来たんだ。奴は教会でお前さんを待ってるぞ。はい、ということで、おそらくこのストーリーミッションが最後のミッションですね。で、ですね、ちょっとこのここの地区、ジェイコブの地区なんですけど、倒しちゃったんですが、ちょっといっぱいミッション残ってて、この辺はちょっと動画外でやろうかなと考えています。はい、なので、次回がもしくは2本ぐらいに分けてかもしれませんが、最終回となると思います。はい、まあよかったら、また次回もね、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。はい、ということで、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さん、良い一日を。